皆さんこんにちは、犬ぶんチャンネル犬ぶんです。はい、チャンネル登録、そして Twitter、TikTok のフォロー、いいね、よろしくお願いします。はい、本日はですね、ちょっとね、情報遅れちゃって申し訳ないんですけども、こちら一番くじのね、ウマ娘プリティダービー第5弾ということで、新しいものが発売する予定なんですが、そちらのね、商品ラインナップがね、明らかになりましたので、軽くね、ご紹介していきたいなと思います。一番くじのウマ娘といったら、結構多いのがね、上位賞にね、タペストリー入れてきたりとか、ボードだったりとかっていう形で、皆さんね、求めてらっしゃるようなものがね、あんまり出てきてないかなっていうのが、まあ今までの流れかなと。で、そんな中ですね、はい、今回5弾にはですね、なんと、こちら、フィギュアがね、ラインナップされることになりました。はい、で、まず、簡単にね、ラインナップの方を見ていきますと、A 賞でね、北サンブラックのフィギュアと。で、B 賞で、里のダイヤモンドのフィギュア。まあ、大人気のキャラ、2つを入れてきたということで、かなりね、激アツなね、一番くじになってきたなっていう感じがします。で、その他ね、解消もざっと見ていくと、まあ、イラストボードはいつも通りということで、まあ、あとは、皆さん大好き、チョコノッコ。で、アクスタ。で、タオル。いつも通りラバスト。という感じで、まあまあ、いいラインナップなんじゃないかなっていうところ。うん。コレクター意欲をそそるものがそれぞれ入ってるなっていう感じですね。ウマ娘の一番くじに関しては、以前はね、オグリキャップとタモンクロスのね、フィギュアがラインナップされたものが登場はしてました。なので、それについて第、フィギュア入りの一番くじとしては第2弾っていう形なのかな。ちょっとこのフィギュアのね、選定がどういう基準をこう出していってるのか、正直よくわからないんですけども、まあ、今回このね、最近特に人気の高い北さんとか、サツのダイヤモンドとかね、その辺がね、入ってきてるというところで。ね、これね、ちょっとね、フィギュアちょっと見ていきたいんですが、激アツなんですよ、クオリティ的にも。かなり細かい造形、彩色が施されてるなーっていう気がしますね。で、これは北サンブラックで、はい、で、こっちね、里のダイヤモンド。これもね、すごいなーっていう気がします。造形、彩色がしっかりしてるなーっていう気がしますね。細かいと思います、すごい。馬娘は、やっぱり、まあ、プライズではね、まあ、皆さん、有名というか、まあ、おなじみのね、フィギュアだとは思いますけども、これ一番くじ出てくるのはね、まあ、少ないのでね、結構貴重かなと思います。で、前回ね、私が引いた時は、タモンクロスのフィギュアをゲットしてます。で、実際レビューもしてるんですけども、結構クオリティ高かったですね。プライズのもクオリティ高いんですけども、それ以上にね、細かなね、その彩色とかがね、非常に素晴らしかったんで、今回もすごい期待できるかなっていう気はしてます。あとじゃあ、解消もね、さーっとちょっと流す程度に見ていきたいと思います。イラストボードはこの形ですね。まあ、いつも通りの A3 サイズですかね。で、チョコノッコとかも出てきていて、で、アクスタですね。で、ミニタオル。で、アクリルチャームということで、まあ、ちょっと個人的にタオルはいらないかなっていう感じはするんですけど、まあ、それ以外は別に外れたら外れたで嬉しいなという感じですね。ちょっとね、今回ね、推しキャラがいないんですよね。まあ、ただ、里のダイヤモンドは結構気になるかなと。これ当たったらいいなとかってね、ちょっと思っちゃったりしてます。はい、ということでね、ちょっと短い動画なんですけども、一番くじ、ウマ娘プリティダービー5弾ということで、新しいラインナップの方をね、紹介させていただきました。こちらね、発売が2月24日という風になってますので、約1ヶ月先ですね。皆さんね、こちらね、楽しみにしていただければなと思います。はい、本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録をお済みでない方は、チャンネル登録と高評価、コメントお待ちしております。そして Twitter、TikTok のフォロー、いいねもよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。